まあ最後115、うん、あ115が最後じゃないか、115で今のところ115が最後だよね。でもモーダスハイブリッドはモーダス、あ、そうモーダスハイブリッドは105ウェッジの次だね。あ、じゃあ115が最後と。そう115が最後。じゃあモーダス3のハイブリッド、うん、が出ました。僕が当時これは、はい、裏の話すると僕はギアザルの負けで担当して作りました、うんうんうん、あれが出会いだったよね。衝撃的な出会いで、ね、まあ、いろんな演出をやんなきゃいけなかったっていうのがあるんで、うん、まあそこで気づいたのが複合シャフトであること。そう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 、シールとカーボンを巻いた、うん、その発想って今までなかった。今までね、似たような発想はあって、っていうのも 750GH って手元に、網タイツのやつ、そう網タイツって言われてるやつは、あれは結局手元側の強度がスチールシャフトだけじゃ足りなかったんで、で四軸のカーボン巻きゃいいじゃねえかって言われて、で巻いたらうまくこう強度も出せたし、なんかシャフトとしても先調子になっていい感じだったんで。発売したって。だから元祖複合は750だよね。よくその発想に出ますよね。本当だよね。だってまあカーボンは硬いのは確かなんですけど、うん、よく巻こうと一緒にしようと思いますよね。本当だよ、ね、どうやってくっつけるのって思っちゃいますけど、ね、そうそう、それでそのだからあの、ね、巻くのはね楽なのよ実際作業としては。あ、だけどあれをくっつけたままにするっていうのはすごく難しくて。そうですよね。そうで結局750もまあとある加工をしてスイングしても、やっぱスイングすると変形するじゃんシャフトが、はい、しなるっていうことは、はい、だからそれで変形度合いがやっぱりカーボンとスチールって当然のことなら違うから、普通に例えば接着剤で貼り付けただけじゃ剥がれてきちゃうんで。そうですね。そうそうそう、だからすごく難しいんだけど、あれくっつけるその技術が特許だったりするんだよね。でスチールのとカーボンの比率だったりとかくっつけ方が特許だったりするぐらい、くっつけたままにしとくのが難しいんだよあれ実は。特許取ってるんですもんね。取ってる取ってる。そうで結局あれもそのリー・オイヤーがね日本に突然来てリーさんが、そうリーがちょっと話があるから全員集まってくれって言って、おすごい、会議も何にもないのに、何にもない時にいきなり来たのよ。へー。でちょっと作ってほしいシャフトがあるんだけど、行って説明したいから全員集まれって言われて、営業の人間とかあとは開発の人間が集められて3時間ぐらいかな語りましたね。うん。で、あんね、日本語喋れないじゃんリーさんなんて。誰が通訳したんですかそんな突然来て。あの分かる人間がさ分担してでそんな状態で突然来て、で分担して会議して、でスチールはこれこれこうだろうと、でカーボンはこれこれこうなんだって、今選手はこれで悩んでるんだ、これ両方満たすシャフトは作れねえのかっつって、いや難しいっすね、どうなんだろうな、じゃあまあお互いそのまま単体で作っても無理なんだったらくっつけて作っちまえばいいじゃないかって言い出していいですね D さんが D さんでくっつけてやってみたらどうなのって言って、あーまあ確かにってなったんだよね、なんか知らないけど多分もうね、慣れない英語でそんだけこう詰められたら確かにって言っちゃうよね多分で、まあ言っちゃってそれが形になって、くっつけるのにだから2年ぐらいかかったんだよねそっから。でも2年で完成させたのってすごいっすね。まあさ早かったと思うよ多分。でその接着剤はもちろん選ぶじゃん。ではい、接着剤のスチールとカーボンの間に1枚あってくっつけるから、そのなんか素材を選ぶのに2年ぐらい、2年ってやっぱ早いのかな、2年は結構かかった感じなんだよね、まあ我々からすると、あの開発してる側からするとそうですけど、そうそうそうまだくっつかねえのか、まだくっつかねえのかって言って待ってる側からするとすげえ早いなとしか思わない。あ、そうそういうね、あのので生まれたのがこのモーダスハイブリッドだよね。あ、じゃあモーダスハイブリッドの生みの親はいわゆるリーさん。そうそう、リーオイヤー。おすごい
すごいでしょ。すごいですね。そのモーダスハイブリッド、グラファイトオンスティールテクノロジーっていう、そのグラファイトオンスティールテクノロジーっていうのも、その会議の時に笑いながら、なグラファイトオンスティールテクノロジーだ、ハッハッハッつって帰ってったんだよね。あ、言ったんですか、それ。そうそうそう。これもリーさんがつけたの。すごいっすね、うん。その名前も思いついて帰る。そうそう、それを言って、じゃあつって満足して帰ってった。大物ですね。でしょ。そんなすごい人だった。いや、本当すごいよね。そんな、だって日本語を喋れないで、でスイカだけは持ってんだよね。たまに日本に。よくたどり着きましたね。そうそうそう。で成田から、その当時は成田便の方が多かったからさ、成田から一人で電車乗ってうちの会社まで来たのよ。すごいっすね。そう、まあ、そんだけやって来たい、来て話したいとかで、よっぽどやっぱ欲しいんだ、必要とされてんだろうなっていうので、開発も頑張ったんだろう ね、 多分ね。こんな裏話は面白いです、ね、面白いでしょ。こんなのさ、語る場がないじゃない。ないですね。そうだから NS マガジンってブログ、気づかれてないブログで書いてたんだけど機能してないブログじゃないですか。すいません。それがあって、2019年に一応先行発売して、20年にツアー115っていうのを発売したわけだね。あ、115は最初は10年の限定として出して、そうで市場に出たのがつい最近です。そう、2020年ですね。ですね。4年前。そう、あれもだから2019年だから、ちょうどモーダスの10周年で、まあ、いわゆる10周年の集大成という形で世に出したわけですけれども。なんで115だったんですか。あのね、10年ぐらいやってようやくモーダスもね、最初5年ぐらいは試打会だったりお店とかでも、ほら、あの NS の赤いやつは新しいやつって言われてて、モーダスって名前はほとんど知られてなかったのよ。でそれが次第にモーダスっていう風に言ってもらうことも増えてきて、で、あ、10周年で、ね、それがね6、7年、7年目以降っていう感じだね。あ、でそっからこう約10年経ってモーダスっていう名前がこう浸透してきたな、で選手も使ってくれるようになってきたし、ちょっと自信が出てきたんだよね、モーダスっていうブランドに対して。うん、なんで、それなりにやっぱ男子プロとか、アメリカも日本も含めてプロとか、あと一般のアマチュアの方の、ポジティブもネガティブも両方フィードバックを得られるようになってきて、うん、多くのクラブメーカーさんにも使っていただいた結果、ニーズもフィードバックも得られるようになってきて、今まではこう誰々選手が言ってるものに対してこうアンサーとして作ってきたわけじゃない、はい、誰々にこういうのを使わせたいとか、誰々がこういうの欲しがってる、でいわゆるこう日本シャフトからこれを使ってみてくださいっていう風に提案するわけではなく、こうニーズに対してこう、まあ、言葉あるけど後追いというか、はい、対応してやってきて、で10年経ったんで、でいろんなこう情報の蓄積、ノウハウも蓄積されてきてるんで、これが今考える、まあ、いわゆるセンターです、まあ、中心、今後のツアーモデルの中心となるシャフトだと、日本シャフトは思いますっていう提案をしてみてもいいんじゃないかなというので、うん、だからそういう意味での集大成っていう風な位置づけ で生み出したのが115なんですね。だから重量的にも、シャフトの特性的にも、いわゆるまあど真ん中っていう形で、ものを作って、モーダス、まあ、これを打てばモーダスってこんな感じのブランドなんだなっていうのを感じていただけて、なおかつ、それを打ってもうちょっとこうしたいとかああしたいっていうのがあれば、120だったり130、125、105っていう他のラインナップに、を試すことができて、
自分に合うシャフトが見つけられる、まあ、いわゆる入り口的なものとして115を世に提案したっていうのが2019年2020年のとこですね。でも、うん、10周年で、うん、まあ、さっきの経緯があったとして、はい、120っていうのは候補に出なかったんですか？だって元はフラッグシップモデルとしてじゃないですか。そうそう、だからね、例えばもうそれこそ120を、まあ、現代風に、まあ、ブラッシュアップじゃないけどとか、あとはそれをなんだろう、リミテッドエディションとしてやるっていう説もねなくはなかったんですよ。なんですけどやっぱりね、あの特徴が強いシャフトだけにネガティブなフィードバックもそれなりにあって、で、そう、120がやっぱり柔らかく感じるとか、しなりが強すぎるからって言ってモーダスから離れちゃったゴルファーっていうのもいて、一定数。ああ、そうなんすね。そうそうそう。だからやっぱりこうモーダスって最初出た時に打ったんだけどなかなか合わなくて、でも最近なんかラインナップも増えてきたからちょっともう一回改めて試打したくてっていうあのお客さんも結構いるぐらいなんだよね。でそれぐらいね、こうアイアンシャフトのバリエーションが少なかったんですよ、その15年前って、はい、重いか軽いかぐらいしかなかったんで、だからそれからするとバリエーションも日本シャフト以外のメーカーさんのバリエーションも増えてきて、でなおかつカーボンシャフトもあってっていうと、ユーザーさんもこう改めて選びやすくはなってるし、うん、だからそういった中でもう一回興味を持ってもらうために、違うアプローチも必要だろうっていうので115を準備したっていうところだよね。なるほど、うん、これは最初から聞けばよかったんですけど、うん、モーダスっていう名前の由来、うんうん、それ最初に聞いたよいやなんか締めっぽくなったからいいかなと思って。あ、そうだね、そうだねじゃあこれを最後にこう締めとしてモーダス3っていうのは、モーダスっていうのが、とある言葉、国の言葉でもう英語で言うモード要素、はい、飛びの3要素とかいろいろあるじゃん、あの要素を表す言葉で、はい、モーダス3の3っていうのは3乗みたいな見えるじゃん、はい、あれは、アイアンシャフトに求められる、弾道のコントロール性だったり上下左右のいわゆる操作性、高い球を打てる、はい、低い球を打てるで、うん、クラブそのもののスイング中におけるコントロール性、クラブコントロールっていう言い方なんだけど、はい、でそういう3つの要素を金、プレイヤーニーズに満たしてコントロールしやすくすることを満たすっていう意味で、いわゆる3つの要素をコントロールすることを可能にしたシャフトであるっていう意味でモーダス3で、3乗っていうのがそのいわゆる3次元的に、弾道も高い低いっていうのを、なんて言ったらいいのか、今こうトラックマンとかでも球が飛んでく姿ってここ 3D で見やすくなってるじゃん、はい、ああいうようなイメージでいわゆるこうクラブ持ったら弾道をコントロールして振り抜いてくれれば、それにシャフトがついてきてそういう思う球が打てますよっていう意味合いでモーダス3っていう名前をつけたんですね。モーダス3を最初発売しますっていう時は、え、モーダスのなんつってなんかいじられたけどね、散々モーダスでも15年前ね結構そうやっていじられてたんですよそうなんです、ね、日本シャフトもあ、そうなんです、ね、そうそうそう、それがモーダス3という名前の由来ですね。最後に、はい、モーダス3が15周年ということで、はいはい、その15年間、まあ栗原さんが会社に入ってずっと見守ってきたシリーズではあるんで、はい、今後のなんか思いだったりとか何かありますか？そうですね、やっぱりまだまだモーダスもおかげさまで多くのプロゴルファーに使ってはくれているんですけれども、より多くのゴルファーに、使ってもらいたいし、それこそ17年のマスターズ優勝っていうのが、うん、このシャフトに変えてよかったとっていうふうに結構言ってくれたようで、うん、その後も
メジャー勝った選手とかもやっぱり喜んでくれて、モーダスってアメリカのプロゴルファー発信ではあるんだけれども、アマチュアの人たちもやっぱりそういう目標を持ってゴルフに取り組んでる方って結構いるじゃないですか、はい、なんでこのシャフトに変えてこういう目標が達成できたっていう喜びの声をどんどん増やしていけるようにより、進化させていきたいなっていうふうには思いますね。いいコメントですね、ありがとうございます。まあ今モーダス3は、うん、末尾5が3つ、はい、末尾0が2つ、はい、ちょっとバランス悪くないですか。そうだよね、どうせなら3つずつでいきたいとこだよねまあ今後何が出るのか。そうだね、140が出るのか140使いこなせる人いないだろうね。 140g ってルール適用外ですか。いや、ルール的には別にいいのよ。あ、そうなんですか。そうそう、だからそれこそね、もう最初に話戻っちゃうけど、うちがこう初めてプロトタイプ作った時ってまだレップとも人間関係そんなできてないし、想像で作るしかないから 135g とか 140g のシャフトを、あ、重たいのにしたんですね。そう、いきなり2万本ぐらい作ってアメリカ送って、これでお願いしますって、バカこんな重いの使えるわけないだろうっつって張り切りすぎる、全部、そう、全部送り返されたっていうそれぐらいのねところからスタートしてるんで。あ、そう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 、だからルール的には大丈夫なんだけど、アメリカ人がそんな一回も使わずに戻してくるぐらいだから多分ニーズないだろうねきっと。まあ今後はルールも変わりますからね。そうそうそう、いろいろ変わってくると思いますけど、そう、まあ今後も長くモーダスシリーズが愛されるように、はい、はいはい、頑張っていきますんで、皆様応援よろしくお願いします。